今日、好きになりました。初の大型イベントの舞台裏に潜入カップル6組に、直撃インタビューアベマの人気オリジナル恋愛番組、今日、好きになりました。以下、今日好き初の大型イベント、青春栽培今日、好きになりました。が27日、ゼップ羽田で開催された。オラガニュースでは、舞台裏で6組にインタビューを実施。イベントの感想や会えて嬉しかった、今日好きメンバーを聞いたほか、2人の今後についても教えてもらった。